ごきげんよう、ガラクタやオルドです。というわけで今回は、シェク再販、テンバイヤー、ザマーがトレンド入りした件について話したいと思います。で、以前俺、トーケンラムのグラス、ファミリーマート限定販売のグラスが、なんとですね、テンバイヤーたちに借り尽くされてしまったっていう話をしたと思うんですけど、その後ですね、トーケンラムのファンたちが、 ファミリーマートに受注販売してくださいって問い合わせた結果ですね。なんと再販が決定しました <laughs> いや、嬉しいや <laughs> これでテンバイヤーも死んだな <laughs> というわけで、メルカリのコメント欄にて、テンバイヤーを煽り散らかしてるコメントが参見されるんで、見ていきましょう。 こんなに値段釣り上げてる転売屋から買わなくても、低価で予約で再販されます。ゆっくり待ちましょう。転売屋ヤーから買う必要ありませんよ。再販おめでとう。あれだけ低販で売った後はとしても、しくとはなりませんね。あ、安とはなりませんね。転売屋から買う必要ないですよ。再販決定ですから、今どんな気持ち 再販が決まりましたが、ぜひ今の気持ちをお聞かせください。再販決定おめでとうございます。こんなインデアを釣り上げられたら、転売屋から買わなくても予約で買えます。再販だってさ、限定版の転売エディションだ。コメント失礼します。購入希望なのですかセットで3000円は難しいでしょうか低価下もあってて草。クサッ はじめまして。すみません。4350円でお譲りいただけないでしょうか。何とぞご考慮のほどよろしくお願いします。再販されるよね。再販されるまで待ちましょう。たっかコメント失礼します。再販でもネットとのことなので買えるか自信がなくて購入したいのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか、えー、数100円程度あ、数百円程度で構いませんのでご検討お願いします。あれ、ゆうさん。 6000円でいかがでしょうか中身の写真載っけてよ。再販おめでとう。ゆうさん買う気ないね、これ。買ったとしてもお金振り込まないでしょう。ネット再販は実質受注。ダブってる理由でこの価格、再販おめでとう。ありがとうございます。欲しかったので嬉しいです。6000円でお願いします。この人さ、多分だけど、ゆうっていう人さ、迷惑行為をやる気満々だよね、なんか。 すみません。再販で買います。コメント失礼します。再販も考慮の上でこの価格を検討しておりますが、4400円でお譲りいただくことは可能でしょうか可能でしたら専用をお願いできないでしょうかよろしくお願いします。ファミリーマート関係者でしょうか再販で必ずもらえるあ、買える保証はありますかあるなら待ちたいですが、ファミマで再販されるので値下げ不可ですか こんな転売屋から買わなくてもちゃんと定価で販売されるのでゆっくり待ちましょう。えー、大変申し訳ありません。メルカリオシステムの都合上、10円では出品は不可能ですので300円でもよろしいでしょうかご検討よろしくお願いします。再販される前に売れるといいですね。えー、こっからは、 結構コメントが昔のものからになるんですけど、再販前のものからお楽しみください。ご自身で大切にお使いください。高額転売なので通報しました。現行販売中商品転売です。一般購入、販売の著しいタゲ、ま、であり、また出品が当日、発売日当日であることから利益を目的とした転売とみなされ、販売元の利益を損なうものと思われます。 よかったですね。微糖に囲まれてうまい酒が飲めますよ。ですので、なぜ転売をしているのかを教えていただきたいです。転売やめてください。通報しました。あなたがつ入手困難にしたんですよね。なぜわざわざ買ってすぐに高額で転売しているんですか欲しくて買ったんじゃないんですか定価1700円から著しく乖離した悪質な高額転売のため通報しました。記念書き子 高額転売のため通報しました。えー、現行販売中商品、付属商品の転売です。一般購入、販売の著しい様げであり、また出品が発売日当日であることから利益を目的とした転売とみなされ、販売元の利益を損なうものと思われます。通報しました。かわいい。転売するぐらいなら買わないでください。転売ですか通報しました。転売やめてください。 みんな、通販待とう買わないでコメント失礼します。購入を考えているのですかお値下げはお可能でしょうかコメント失礼します。こちらの商品はお値下げ可能でしょうかコメント失礼します。こちらの商品はお値下げ可能ですか定価よりも高いので儲けるためには転売でしょうか通報しました。購入検討者はファンとして恥ずかしいですよ。こんな転売屋から買わずに運営に販売希望を出しましょう。 転売なんですかそれは良くないですね。ふむふむ。出品を取り消したら万事解決ですよ。コメント失礼します。この商品はお値下げ可能でしょうかまた商品の状態を確認のため他写真もお願いします。あと、定額より、定価より高額で出品になるので定価ぐらいでお値下げをお願いします。ねえ、仕込んって分かってるなら買わないでくださいよ。転売とみなして報告しました。 新車舐めないでくださいますかこっちとら何件回っても売り切れており、帰って確認したらこれですよ。不快です。通報しました。購入検討なんてしないでください。公式も動いてくれています。ファンなら絶対に買うな。コメント失礼します。300円で購入を希望しておりますがよろしいでしょうか ?300 円になるのでしたら私も購入考えます。購入証明が欲しいです。レシート画像いただけませんかこんばんは。通報しときました。 さて、通報。購入検討なのですかシールの跡などありますかこの通報させていただきました。よろしくお願いします。一つ税込み1870円。二つで3740円。手数料入れて4500円ですが、差額は送料ですかずいぶん遠くから送るんですね。海外からの配送でもこんなにかかりますか宇宙からの配送ですか このコメントいいね。宇宙感じるわ。300円までお値下げ可能でしょうか私優しいので通報しました。メイってアカウントは多分転売の仲間だと思います。他にも同じコメントをしてるので参考に。メイっていう方はコメント消去してました。高すぎて不愉快です。なぜこの価格にしたのかご回答ください。高額転売なので通報させていただきました。 購入を考えているのだが、高いな。主に、主にあまり無駄遣いするなと言われていてな。博多でもできる限り値切ってこいと言われているのだ。それでだ。定価、プラス数量、プラス、送料まで下げてもらえるだろうか。えー、その前に通報しておいたぞ。実に、見にくいな。不要なのになんで買ったんですか あなたのような転売目的の方から買うなら余計に入手困難になってしまいます。え定価1700円から著しく乖離した悪質な高額転売なので通報しました。入手困難だからこそ定価で売るのではないのですか自分が欲しいグッズがこんなに高額転売されていたらどう思いますか嫌ですよねてか嫌だよね通報します。皆さんファミリーマートが再販決定しましたよはいこっから 再販決定した後のコメントです。いやー楽しみだな。公式からの再販発表来ましたよ。再販決まりました。転売から買うのやめましょう。残念再販決まりました転売屋涙目お、かわいそうえー、これを機に新進者頑張ってください。再販おめでとうございます。再販決まりましたね。よかったです。ところでこの値段は何でしょう 再販決定おめでとうございます。えー、高額転売屋から買わなくても定価で買えますよ。よろしければファミリーマート公式をご確認ください。再販おめでとう。再販決定しましたので公式から定価で購入できます。えー、二つ買っても3740円ですね。えー、聖地巡礼。ここがすでに聖地になっていたか。再販決定したから値段下げないと誰も買わないと思いますが、 再販決定しましたので、公式から定価で購入できますよ。普つ使っても3740円です。メルカリガイド代通常の経済的価値と著しく乖離した販売価格による商品を出品することに反する出品。元よりはるかに高額な高額価格設定です。おっつおっつおっつおつ。現在かなり入試困難の商品となっております。 再販後は入手可能な商品となっております。えー、再販は受注販売なので困難ではないかと。ここの民度低すぎます。嵐は控えてください。私のコメントが消されちゃったのは出品者をミスかな私はマジで購入考えています。2個で2400円値引きできますでしょうかご検討のほどよろしくお願いします。1万円無理ですか ?1 万5000円でもいいですよ。えー 1103兆3543億円にお値下げしていただけないでしょうかえー、下のやつはあれですね。あ,あたしんちグラぐグラゲームかな多分。悪質な転売行為はお控えください。非常に迷惑です。新新社の皆さんはどうかこのような方たちから購入しないでください。再販が決定しましたので定価で買いますよ。今どんな気持ちですか日本酒美味しい いやー、再販決まって嬉しい気持ちはわかりますかコメント欄ふざけすぎじゃないですか民度低くなりますよ。ふわりさん、ふざけや嫌がらせをコメントをしているのは統計ファンの人たちじゃないですよ。大半が無関係の便乗組の悪ふざけです。受け売りですが、こういう悪質すぎるコメントはメルカリ側から強制削除や会員登録強制抹消だそうです。 えー、コメントありがとうございます。2500円までで仕ったらお値下げ可能です。コメント100目指しましょう。ハンバーグの具材とブツブツ交換、新しすぎて草。あれなかった気がすんだけど。これは消されてるな、多分。第40話。悪党どもに墓標はいらぬ。ここが地獄のカサンドラ。 公式の国根がいかなくなればジャンルは衰退します。良識あるプレイヤーさんは再販を待ちましょう。受注生産おめでとうございます。再販受注生産決定してます。もうすぐ入手困難ではなくなりますよ。入手困難ではないです。再販決定されています。予約で再販されるので低価で買えます。転売する気満々で笑える。入手困難はい。 最後は、こいつ。刀剣南部グラス100個セット。100個 <laughs> やべえわ。ちなみに、これ、価格見ると80万なんですけど、100個だとしても確か170何万とかするんだよね、定価だと。というところから、多分これはおふざけの出品かなと思います。では、見ていきましょう。いや、さすがに草。コメント失礼します。実物の写真を追加していただけないでしょうか 販売してますよろしくですコメント失礼します。商品の状態を確認させてください。何があったまさかここまでとは。今回はあんまり伸びなかったよ。ん待て待て。<え>大丈夫かこのコメント。出品者だぜ、最起のやつ。<laughs> ここまで在庫は抱えてるのかわいそう。100個も間違えて購入したのですか転売目的と認めろ。ネタと気づかないのにいるんだね。刀剣乱舞ってアニメ知らない。 ネタだったら規約違反だぞ。コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうかいろんな店をグループで回り集めました。じゃないよな。アキラさんこんばんは。これは、実物みたいです。受注販売おめでとうございます。受注販売決定おめでとうございます。間違えて購入で80万で転売は草。5円にお値下げは可能でしょうか これはヒカキンのぬいぐるみを狂ったように出品しているの草。間違いすぎて草。実物の写真を載せてください。大草原。100個の写真と商品状態の写真を上げていただきたいのですが、可能でしょうかこの商品は匿名だけど、6 0 0円の商品買ったら匿名じゃないので住所バレますね。すごい裁断できそう。5年間の取り置きは可能でしょうか ?80 万くれるなら取り置き可能です。 こちらの商品と甲子園の土を集めて購入。<laughs> 希望です。なんでネタをネタと見抜けない人はインターネットをやるべきじゃない。コメント失礼します。購入を考えているのですが、こちらの商品お値下げ可能でしょうかコメントありがとうございます。こちらはお値下げ可能です。なお、この人は出品者ではありません。ネタでもおそらく本当に在庫あるんだろうな。履歴見るとね。 ネタじゃなくて本当に在庫あるよん。ここまで来ると心配してしまう。わろた、大爆死でクサ、100個間違えるとか業者さんですかコメント失礼いたします。こちらの商品を気持ちだけ、<laughs> あのさあ、陰無語録草、草こちら購入を考えてみます。100個来なければ警察に通報しますか。大丈夫ですかコメントありがとうございます。こちらは14万3000円でしたら値下げ可能です。 こんにちは。プレス5削除されました本当に100個あるんですか再販大津です !1 個の先方に各種2個しか販売されないと聞きましたが、どうやればこんなに集まるのでしょうかプレスで再販されてますよ ?80 万仕入れ値はおいくらすみません、笑ってしまいました。定価は17万だから、約半額で買えるのかおもろい。 あ、消費税忘れてた。無料ならもらってやるよ。大変申し訳ありません。メルカリのシステムの都合上、0円での出品は不可能ですので、300円でもよろしいでしょうかご検討よろしくお願いします。草。刀剣乱舞知らないけどさ、荒れてて草というわけで、今回は刀剣乱舞のメルカリのコメント欄を見ていきました。いやー、 俺以外の転売屋はこうやって滅びてくれると嬉しいんだけどな。いやー、再販嬉しいふ <laughs> というわけでご視聴ありがとうございました。